はい、皆さんお疲れ様です。ゾウリと申します。クニオくん三国志続きやっていきたいと思います。次は第5章猛虎草に伏せです。ではスタート。推奨が25だけど現在のレベル感36って、これどうなんだろうな。っていうことはあれか、長藩の戦いするのかな。ペンペンペン、天下は明け目の、関東の戦、曹操 VS 袁紹は曹操軍が大勝利、群雄割拠の乱世からエリート袁紹、はい消えた、はい消えた。序南の土地で再結成、再び束の間三兄弟喜び束の間三兄弟、曹操軍から逃げるべく劉備の親戚劉表を頼り慶州流れ着く。騒乱の御所猛虎草に伏す、始まり始まり、ペペンペンペン。草に伏すでいいんだよね。おお普通だったなよう来てくれたな劉備、お主たちの活躍はここ慶州にも届いておったぞ。ごほやっぱりやっぱりじゃねえ。俺の防術スペシャルの噂は遠く慶州まで飛んでいった。まあ、飛んでいって、まあ、文字通り届いてたか。飛んでってるからね。防術スペ、な、んと、届いといたよ。さておき、曹操とバチバチにやり合った豪傑たちが来てくれて心強いの。まあ、それを理由にお主たちを歓迎しない者もいることも分かってくれ。無益な争いはこの漫画。乱世には戦う力も必要じゃ。わしもお前たちと一緒に戦うぞ。ごほごほごほ。大丈夫か？大丈夫じゃ、大丈夫じゃよ。慶州に置いてもらう代わりに、俺たちがしっかり働くから、ゆっくり休んでてくれ。なんと素晴らしい若者なんだ。わしもお前たちと一緒に働くぞ。ごほごほごほ、げほげほ。劉表殿、どうか安静にしてください。わかった、そうする。それじゃあ、お主たちは、上陽の町で困ってる人でも助けてやってくれ。随分聞き分けがね、わかった、そうする。ええ、わかりました。お任せください。すまんが、よろしく頼むよ。ごほごほ。大丈夫かな？俺たちは手分けして上陽で困ってる人を助けるぞ。おう、じいちゃんを少しでも楽させてやらないとな。え、長藩じゃないんだな。ここにいるんだ。で、困ってる人を探す。っていうことは、サブクエかな？おいた。じゃんだよ。ああ、あなたたちは最近、慶州に来たっていうカウンさんか？ちょうどよかった。私の仕事を手伝ってくれませんか？ジョヨは学びの都でね、猫も杓子も学びに来るので、寺子屋不足だ。新しい寺子屋を作ってるんだけど、材料が不足していて、マジかよ、またかよ。よければ材料集めてきてくれませんか？喜んで。ありがとう、木材10個、10個かよ。あれ？お前もいるの？あ、そうか、お前孫権の子、こっちの県だからいるんだよね。劉備さんに言われた通り、ここから東方面の応答について情報を集めてきました。最近孫策が死んで、その弟の孫権が後子を継ぎました。まだ若いのに、すごいですね。そういや孫策って誰？孫権は予想つくけど。兄さん、どことの寺小屋所属なの？え、所属？はあ、こういうのすぐに答えないと。仲間たちに悪いと思わないんですか？何の話だよ。仕方ありません。僕があなたのことを鍛えてあげましょう。鍛えてあげましょう。歌バトルを申し込みます。歌バトルでいいんだよ。詩バトル？うん、わかんねえけど、バトルって、文字通りわかんねえけど、バトルって言うなら引くわけにはいかねえな。では先行は僕から行きます。お前は誰だよ？どうせ雑魚だろ。もっと頭使えば、納金がログイン。ログイン。この街では俺が上昇。その他は黙って、この場で投稿。胸にグサグサくるライムの数が。やるな、お前。だから次は俺のターン、行かせてもらうぞ。俺たち桃園三兄弟、三人揃えば、文字の知恵？熱血後半な。何これ。じゃあ文字の知恵。
劉備と張飛と俺感、正義を貫け貫通主導。やばい。やりたい。荒事任せろ真骨頂、最後に目指すは万感。まあまあですね、不筋はいいんじゃないですか。落ちたい。あ、いや、なんだっけ、あ、木材。おう、私は一流の武道家を目指す者たちを応援するさすらいの武道家だ。さてさて、君の腕前は。なるほど、それでは私からちょっとしたヒントを与えよう。その足に暴風の力を加えるのだ。さすれば新たな技がひらめくであろう。何っていうのか全然わかんねえ。この技を得得した暁には君には素晴らしい武道家になれるだろう。はぁ、あ、はぁ、あ、とか言って。問題は木材だろ。からここまで行ってくれるんだ、すごいね。それかな、え、これ変わってるぞ、マジで。あ、いいや、これ木材でしょ。よし、木材、木材、木材をどこで手に入れるんだ。だって外で、外は出れないんじゃない。それかここに行けるのか。ここで1個10個行ける。うーん、おお、びっくりした。お、ちょっと待って、ここ初めてじゃね、この街で見るのは。金は貸した、金は、金がねえぞ。なんだ、はい、ランクスペシャル巻き割り。相手が泣くまでラッシュを止めないコツの書かれたの。馬昇戦。暴風。あー、なるほど、暴風ってこれを使えっていうのか。なんだよ、こんな面白いものがあったのかい。あー、どうすっかな、あれだな、考えてみりゃ。俺すっげー今思ったな、なんだっけ、あれ、あれだよ、なんだか浮かんでこねえな。まあいいや。あ、俺何買ったっけ、拳じゃない。あ、まさか、あ、違うな、あれ使ったよね。武器、え、武器、何、武器なんかあんの。あ、一応街道はあるんだ。やっぱ3つだな、10個手に入れられる場所があるってことでしょ。今上に行ったけど行けないし。相変わらずいいよな、あんなもんああやって投げられてきたらマジでビビるよ。いいだろ、長飯だろ、入れんじゃない。
うわぁ。マジで意味ねえ。木材10個。木材でしょ？そうだよね。全然出てこないぞ、お釣り竿。こっちは誰か。はい。阪神。阪神。おおおよ。どうもさすらいの、武道家です。ブロガーだよ、全国もちろん無料だよ。はい。君のオーラは何色か？オーラ？なるほど。それでは私からちょっとしたヒントを与えよう。天をつく拳に螺旋の力を合わせてみるのだ。忘れば新たな技がひらめくだろう。大丈夫、君なら やり遂げれるよ。ちょ、待ちため。お主から並々ならぬ力を感じる。怪しい女は文字通りだな。ん？俺？そうだ、ぜひ、主の持つ心を試させてほしい。突然ではあるが、後で川が流れる東洋橋に来てくれはしないか？わかった、気が向いたらな。覚悟が決まったら来てくりゃれ？覚悟？戦うの？だよ。オッケー。ささきも座ってる、おるな。お、よろしい。今からお主の力を見るために対戦相手が出てくるだろう。その相手と戦うのじゃ。隠す気ない。いいぜ、いつでも来い。五代じゃないの？やっぱりかい。ごめんな。どっから出てくんのそれ。その能力の方が羨ましいよ。かつくなこいつ。さっきのって張飛？お、先ほどのものはそういった名前なのか。うお、千人。あれ、さっきの人はどこ行った？先ほどの相手はお主が最も戦いたくないと思っている人間の一人。しかしお主の力を引き出すためにはあえて厳しい戦いをすることも必要ということだ。なるほどな。お主の力、そして精神力をしかと見せてもらった。そしてこれを持つのにふさわしい人物であると結論が出た。これを受け取りたまえ。竜巻。え、竜巻？とうとう、これからも戦い続け、人々を導くのだ。だけな、ていねえ。なん、竜巻。扇風機はくれんの？あー、なるほどね。あー、なるほどなるほど。じゃあこうだ。全然使ってないんだよな。え、終わりかい。木なんだ、木。木材が欲しいんすよ。アンジュン、高みで高みで、そうそう、また工事って言いそうだった。全然わかんないな。アイテム増えねえしな。よかったな。ちょ、ごめん。あ、まあいいや。どうせなんかバトルで終わりそうだから。あ、やっぱりな。タウンさん、俺と手合わせしません？唐突だな。いやー、ここに来てから戦いに出ていないので、腕がなまっちゃいそうだなと思いまして。もちろん平和なのはいいことなんですけどね。で、どうです？一戦一敗みたいな言い方だな。よいしょ。いいぜ。やはり、それじゃ少しの間、ここの兵士たちには下がっていってもらいましょうか。言っておきますか、手加減はなしですよ。お前相手に手加減はできねえな。負けた方はペナルティとして、マラソン100キロ。は？
腕立て100回腹筋絶対負けねそういやそういうパンチだったな。おい今のは勝ったろ。普通に考えて。おいマジで、え何投げれないの、当たつな。おすいい試合でした。びっくりしたさすがカウンさんです。俺はまだまだですね。なことねえってちょっと俺が強すぎるだけだな。おっと鍛錬あるのみ。今のメニューでは生ぬるいと音が分かりました。どうだ、よかったら明日から俺と一緒にトレーニングを。それは無理。吉川龍子。ん？あんまないよね、よし。来たぜ。あんこのケースすんのかな？チェース。軽いな。諸葛亮いますか？親戚かな？どちら様でしょうか？アポイントメントはございますかじゃねえから。アポイントメントでいいんだよね。アポイントメント、某術スペシャルで5000人の男を血祭りにあげた。お前飛んでただけだから。エイト張飛が会いに来たぞ。すみません、大声出すのやめてもらえますか。お前たち迷惑かけるんじゃない。私は劉備、こちらの二人は関羽張飛で私の兄弟です。水教先生のご紹介で諸葛亮先生にお会いしたいのですが、先生はホットヨガに行っていますのでお引き取りください。マジかよ、3個の例やんの。ホットヨガ女子力高めだな。少し待たせてもらおうか。ホットヨガの後はカルチャースクールのカポエラのヨガ。カポエラっての何力上げてんだよ。指どうする。しばらくはお忙しいと お見受けしました。日を改めましょう。どうか劉備が来たとお伝えください。かしこまりました。突然やってきた俺たちが悪いんだ。用事があるときに大切な頼み事をするのは失礼だしな。今日のところは町に戻って仕事にかかろう。あーなんだっけ、ようやく来たね桃園三兄弟。私が目指す天下三分の計を実行できる玉か見極めさせてもらうよ。素直に話をしたらいいんじゃないですか。人よ、良さそうな人でしたよ。甘いね、雑に扱われた時の対応で人の進化が見えるのさ。それで怒って諦めるようならそこまでの人間ってことだよ。深夜に噂を流したのは自分のくせに。アホや。しょうがねえな。ああ。深夜。金がねえよ。慶州で困ってる人たちの助け。お、困ったな。せっかく作った米が、あ、ちょうどいいところに。カウンさん、私の話を聞いてください。最近米を狙った盗賊がいまして、金になるね。私が作った大事なお米を盗まれてしまったのです。取り返してもらえないでしょうか。もらえないでしょうか。いいよ、ありがとうございます。縁にもたくさん田畑があるので、きっとそこまで、そこでも同じように米を狙っていると思います。よろしくお願いします。はい、はい。母たっつったよな。花壇じゃねえのこれ。次はあそこの米をいただくか。たわわの実ってうまそうだな。ひそひそ、いやいや、俺たちが食べるんじゃなくて、剣士様に献上するんだよ。剣士って、天使、天使誰だ。だから味は関係ないっていうのは、人々。おい、お前らこそ、うん、米泥棒か。米泥棒、なんだ、なぜわかった。だって、あそこの米狙ってんだろ。どこの米、だからなんだってんだ、悪いか。それは悪いだろ。本当に正しい。盗むのやめて、今までの分も返すってなら許すけど。盗むだ、俺たちは神聖な行為なんだよ。俺はなんか、そうだ、米があればどんな罪でも許される。地位も金も手に入る。米はいいぞ。いやー、人が育てた米を勝手に取るのは悪いことなんだよ。とりあえずお仕置きだな。
や待てよ、掴まれてるぞそこ。おい、それは卑怯だろんな。もう、ああ、違う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 、降りてこいよ。金になんねえな。リングアウトじゃねえから。リングがねえ。米泥棒のくせに大層ご宅を並べてた。まあ盗まれた米は無事回収できたし、持ち主がいる深夜に戻るか。イエス。さあ戻りますと。はい、あ、しまった。米だ、ありがとうございます。この杖は間違いなく私の育てた米です。それを見てわかるのかな。あー、ゴトベイドのことなのね。あー、あの後人づてに聞いたんですが、ゴトベイドという宗教が流行ってるそうです。カダがいるわ。なんでもゴトの米を献上したら願いが叶うとか。米を持ってたら願いが叶うだ、そんなわけあるかよ。たっぷり肉まん、OK。 そういえばそこにいるリュウビさんがあなたを探してましたよ。そこにいる。パン戻ったが、前回から少し日が空いたから、また諸葛亮先生に会いに行こうと思うんだが、どうかな。そうだな、前回のタイミングが悪かったことだし、今日はきっと会えるだろう。何かある前にチームの強化知っておきたいしな。あ、果たして可愛さが必要かは、柴木殿に、再度確かめたいところではあるが、軍師の必要性は感じているよ。まあ、リュウビガもやる気なら俺は付き合う。もっぺん行ってみようぜ、ガリュウコ。行けないんかい。めんどくさいな。こっちの方が近かったよね。はい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 。金にならないやつはいらない。あ、でも3だったら1回倒してもよかったな。そうすれば6往復できる。防術スペシャルで6000人のとこを血祭りにあげた。延期と長飛がアポイントメントを持ってきたぞ。お前意味わかってるか？おい、諸葛亮、それをアポイントメントとしようぜ。お前たち礼儀正しくするんだぞ。応援三兄弟が一度ならず二度も来たんだぞ。今回は首ネタを掴んででも仲間に引き入れてやる。落ち着け長飛。中身に招き入れたい人間の首根っこを掴んでどうする？ん？扉に張り紙が貼ってある。ほんの天気なインスピレーションの行くままに思い立ったが吉日ということで、勢い任せに流暢に引っ越しました。流暢に引っ越しました。何を言うと。このタイミングで引っ越さなくてもいいだろう、諸葛亮。馬鹿にしやがって、家計でこの家焼き払ってやる。張飛、一旦棒を下ろして八つ当たりで家を焼くのもダメだ。二人とも少し落ち着こうか。今回もたまたま俺たちのタイミングが悪かっただけだ。少し後は忙しいだろうから、日を改めて流暢を訪ねてみよう。またしばらく慶州で人助けだな。焦った。家の中にいるから火をつけられたらやばかった。過激なバカもいるけど、冷静で礼儀正しいやつもいるみたいね。それにしても暇があれば人助けしてるやつらだね。上位を、あー、どこにいる。どこかな。お、いた。すみません、わら材は持ってませんわ。持ってますよ。荷下ろししてるので同僚が怪我をしまして、薬を作りたいんです。大丈夫ですよ。薬に必要な黄金ガエルの目玉、幻影コウモリの糞、天然トカゲの尻尾は入手できたんですか。もうわけわかんないもん入手できてるな。あとワラザイ、なんでだよ。その3つの方が無理だろ。そうで、相手のは一番入手しやすそうなものが手に入ってないんだな。それなら俺が探してくるよ。本当ですか、助かります。ワラザイが5つ欲しいです。よろしくお願いします。大丈夫だよ、あるよ。渡せたな、ワラザイ持ってきたぜ。ありがとうございます。これで怪我によく効く薬が作れそうです。本によると、憎いあいつの顔を浮かべて、黄金ガエルの目玉、幻影コウモリの糞、千年トカゲの尻尾を444時間わら剤と一緒に煮込む。は、
これ本当に経過の薬か？え、本当ですか？あ、間違えました。この本、呪いの飛躍、初心者編でした。いい危ない、同僚を呪うところでしたよ。薬は失敗ですが、お仕事してもらったんで、これ俺です。OK。そういえば、リュウイさんがあなた探してましたよ。あれ？ここだっけ？違うよ。こっちだよ。無駄に金使った。そうだな。ここ最近ずっとショーの切り替えだったからな。ダウン戻ったが、そろそろ引っ越しの荷物も片付けて、新しい土地にも慣れた頃だと思うんだ。ゆうび、諸葛亮のことまだ諦めてないんだよな。もちろんだ。三度目の正直で、諸葛亮に会いに行こうと思う。どうかな、二度あることは三度あるとも言うぜ。いいから行くぞ。分かったよ、確か竜中に引っ越したんだよな。次にいなきゃ、長期の防術スペシャルは必死だろうかな。で、ここにいるのか。よっ、諸葛亮出てきやがれ。これで3回目だぞ諸葛亮。おい関羽、まず丁寧な挨拶だろ。以前から何度かお伺いしている劉備ですが、本日は諸葛亮先生はおられますから。おられますが、先生は今シエスタ中ですので、しばらくお待ちください。お、本日はお会いできそうなに、何よりだ。ここで待たせてもらいます。劉備、シエスタって昼寝してるだけだぞ。舐められてんじゃねえか。何回も会いに来て、今度は昼寝だと。俺が防術スペシャルで叩き起こしてやる。よさないか、長飛。短時間の昼寝は集中力の向上、ストレスの軽減など様々な効果が期待できるんだ。お前、すごい知ってるね。勝った、昼寝はいいことだよな。待ちゃいいんだろ、待ちゃ。数十分後。ああ名前見て分かった。ミサコか。ああ、はいはい、分かった分かった。バンカにもいたやつかっけ？忘れたな。あんたらが桃園三兄弟だね。どうも、私が諸葛亮さん。これで、それであんたたちが三度も会いに来て、私に言いたいことは何だい？諸葛亮先生、俺たちは漢を復興して、人々が平穏に暮らせる国にするという志があります。しかし、足りないものが足りないものがあり、一向に実現しません。ぜひお力をお貸ししていただきたい。なるほどね。で、あんたたちの足りないものって俺たちには、女子軍師ポジが足りていないんだ。この通りは力貸してくれ。女子じゃなくていいだろうな。確かに喧嘩の根は立ちそうだけど、おつむはからっきしって感じの3人だね。なんとなくバカにされてる気が。でも仲間になってくれるなら我慢する。この通りだ、諸葛亮先生。俺たちにあなたの力を貸してくれ。馬鹿にして悪かったね。劉備の人徳、関羽、張飛の武力は、この国の中でもトップクラスだと思ってるよ。あとは、私の天才的な頭脳があれば、あんたらの力を最大限に引き出せる。まさに最強の方程式。乗った、仲間に乗ってやろうじゃんか。早いな。おい、やったな、劉備。3回も通った甲斐があったな。これ、山田の話出てくる。山田っていうか、曹操で。なさそうだな。今回は諸葛亮先生が仲間になるまで4回でも5回でも通うつもりだったけどな。諸葛亮、これからよろしく頼む。ああ、任しときな。でも私の作戦は絶対だからね。言うこと聞かないなら帰るから。で、関の話だけど、現状は北の曹操、東は孫権が二大勢力でバランスが悪いんだよ。そこであんたらが力をつけて3つ目の勢力になるんだ。3つの力が均衡すれば、おのずと戦いは減って、天下が平和に訪れるってわけ。これが天下三分の計な。天下三分？カップラーメンの話か。カップラーメンがあるの？五代逆に聞かせろ。その話詳しく聞きたい。張飛が理解できていないので帰り道で詳しく聞かせてくれよ。あと繁盛で待つ張雲にも諸葛亮を紹介しないとな。じゃあ、今日は？今日はね。はい、レッツゴー。あ、諸葛亮が来てから張飯か。劉備さん、関羽さん、大変です。曹操軍が北から攻めてきました。ああ、やっぱそうだ。とうとうここまで来やがったか。自己紹介する暇もないね。だけどちょうどいい。自己紹介代わりに私の頭脳を見せてやる。仲間になって曹操に早々の対応で悪いな。
笑えない冗談だけど信用してもらうには戦場に出るのが手っ取り早いってね。頼もしいじゃねえか。お手並み拝見だな。一つ言っておくけど、私の力が見たいなら私の指示に絶対守ること。いい？それじゃあ白棒へ行くぞ野郎ども。しゃあ。いきなり洞窟されると怖えな。白棒ってことは燃やすんかい？ネタバレだよ。考えてみや。うんうん。ちょうど曹操軍も到着したみたいね。向こうは加工豚が兵を率いてるじゃない、ゆういちか。ハウの知り合い？悪いけど知り合いでも手加減はしないよ。ちょっとの間同じチームにいたってだけの腐れ縁だよ。腐れ縁なの？それにあいつはなかなか手強いぜ。まあ私には関係ないけどな。ところでカウン、この地形だったらどんな攻撃が有効だと思う？こっちの位置が高いから矢を使う家系がいいんじゃないか？家系も悪くないね。でもこんなこともあろうかと白棒に罠を仕掛けておいた。でもトリガーになる計略を持ってないね。まあ仕方ないか。それじゃあ私も戦場に焼いて焼き尽くすよ。あ、こいつ本当に言うこと聞いて大丈夫なのか？白棒で戦いになることを想定していたってのは信じがたいけど、こればっかりはやってみねえとな。さあ、東炎三兄弟の力見せてやろうぜ。おいおい、そりゃねえだろ、龍一。ちょっと待って、強くない？あ、違う。なんかうっせえなと思ったけど、そういうことだよな。はい。誰が誰だか分かんねえんだよ。位置どこだよ。これ結構敵いる。計略を持ってないねってことは計略があるんだ。簡単に倒せる。今気づいた。くしょ、敵かと思っただろ。やめろよ。あ、はい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 、なるほどね。これあれか、逆側行ったら戻ってくるようなあれがあるんだ。あ、ごめん、ちょっと待って。なんだろうな、画面なんか あれだな、ドンキーコンコ目指すな。青い髪に白い扇、見慣れない顔だな。見たところ軍しか。ち、戻って曹操に報告するのが先だな。お、あいつら逃げてるぞ。やっと、本当か、やった私の実力分かってくれた。おかしいな。俺たちに3回足を運ばせただけはある。あの時は試して悪かったね。そうだ、あんたにこれをあげとくよ。これ地震の計略を覚えられる秘伝書じゃねえか。くれるのか。地震の計を覚えてないから焦ったよ。今度白棒で使ってみたらいい。でも私の罠は強力すぎて巻き込まれると危ないから、くれぐれも一番いる時に使うんだよ。失礼します。お、どうした。それが劉氷殿が亡くなられました。じいちゃんが。嘘だろ。急いで常陽城に戻るぞ。ってことは、あ、皆さん、あ、龍騎だ。白棒で曹操軍を撃退してくださったと聞きました。龍騎は誰か入れてもよかったんじゃない？ありがとうございました。それよりじいちゃんは？じはもう、どうか。今まで父の元で警視のために働いていただき、本当に感謝しております。これはこっちのセリフだ。だから最後にじいさんに挨拶したいんだけど、城に入っていいか？すみません。領主になった弟の劉曹が、城に入れる人間を制限してしまい、実は私も追い出されてしまいました。
は？兄を締め出したのか？どういうことだよ。昔から兄、弟の身内と折り合いが悪いので、これからは少し離れた過去に身を寄せようと思っています。皆さん、警視をよろしくお願いします。わかりました。今までお世話になり なりました。気をつけて。これ一緒にやるんじゃない？劉備、これからどうする？俺たちも劉備に好かれてる、劉宗か。に好かれてるのは思えねえし、城人の乗り込んで劉宗に一発殴るか。なんでそういう発想だった？気持ちはわからなくもないが、劉表殿には恩がある。ご子息には何か考えがあってのことだろう。ひとまず俺たちは深夜に引き上げよう。お話し中失礼します。大変です。曹操軍が深夜に侵攻しているとのことです。なんだと？くそ、なぜ今になって。劉表殿がいなくなったが、俺たちに任された深夜の町には多くの領民がいる。うん、俺たちは深夜を守る。曹操の野郎、まさか狙ってきたのか？考えてる場合じゃねえな。今すぐ深夜に向かうぞ。深夜に向かう前にちょっと飯を食いたいな。10% はいらねえ。いいか。薬草地だ。しゃ。じゃあ行くか。くしょ。間に合ったか。曹操軍はまだ攻めてきてねえな。皆さん大変です。これ以上に大変なことがあるのか。劉宗殿が曹操に降伏しました。そういやそんな話だったな。深夜を含む慶州一帯は曹操の所有となります。まだ大変なことがあったくそ、劉表のじいさんが戦わないけど降伏する気はなかったのに、その気持ちは無視なのかや。現当地である劉宗殿の意思なら俺たちにどうすることもできない。さっき加工とかがあっさり退散していったのは劉宗が降伏するのを知っていたからかもしれないね。次は曹操軍が本腰入れて攻めてくるはず。急いで逃げるよ。待て、深夜の民はどうするんだ。どうするって民を引き連れて逃げるなんて聞いたことないよ。ダメだ、俺たちを信じてくれている領民を置いていくことはできない。仕方ないね。劉備がそう言うなら私の脳みそを絞ってでも何とかするよ。おおほほ、許可するよ。ありがとう。でどうすりゃいい。まずは領民の避難だ。一刻も早くこの場を離れる必要がある。趙任せていいかい。了解しました。この趙命に変えても領民の安全を避難させます。あ、領民を安全に避難させます。直轄領さん、あとは頼みました。俺たちは何かいい作戦ありそうか。ああ、空城の刑を使おう。それで領民が逃げる時間を稼ぐ。空城の刑似合うよな、本当五代は。空城の刑ってのはいろいろなパターンがあるんだけど、今回は城門を開けておくことで敵を油断させ、誰もいないと思って入城させたら奇襲するって作戦よ。はいはい、なるほど、そういうことで。絶対理解してない。張飛、あんたに身を潜めてでの奇襲は無理そうだからね。張飛は趙雲と一緒に領民の避難指示だね。諸葛亮、ここにいてくれて本当に感謝しているよ。あのね、礼を言うのは早いっての。関、あんたは城に入ってきた曹操軍を蹴散らしてくれる？おう、任せとけ。全員ぶっ倒してる。海戦、降りていいんですか？降りますよ。あ、はいはい。おや、レベルアップしてんのに俺、ポイント増やしねえな。おお、待て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 。俺やっぱ旋風脚の方がいいんだろうな。でも旋風脚だと着地の時にな、あれになるからな、普通に考えたら。ダメだ、考え方が完全にあれだ、時代劇だ。おお、ひょちょいるの？あ、やべえ、金がいい。今気づいた。
ちまちまやりやがって。おい、あの弓矢だけなんとかさせろ。よし。おお。また弓矢がいるじゃん。誰？よし。おい。何さりげなくやってんだバカ野郎。空中の剣のおかげで兵士が油断してたからいつもより楽だった気がするな。今回曹操軍は空の城での奇襲を経験した。これから空の剣城を目にするたびに疑心暗鬼で尻込みするはずだよ。なるほどね、そこまで計算されてたのか。お前は敵に回したくねえな。お前を敵に回したくねえな。褒め言葉として受け取っておくよ。これで少しは時間が稼げるだろうけど、曹操軍との数の差は歴然。次の策を考えないとね。よし、次は何をすりゃいい。劉表のもう一人の息子劉貴に援軍を頼めないかな。劉祖の反感を持っている慶氏の兵を取り込めるかも。確かに劉貴ならじいちゃんの意志継いで俺たちを助けてくれるかもしれない。でも過去に引っ越すって言ってたな。じゃあ急がなきゃ。過去に行くなら関心から船に乗るはずだよ。船が出てなければまだ関心にいる可能性はある。じゃあここから二手に分かれよう。私は劉備たちを探して劉貴に援軍を頼むことを伝えておく。関は急いで関心まで行って劉貴を探して援軍の依頼をする。よし、これで行こう。じゃあ俺は関心まで急いで行ってくる。お互い役目が終わったら、南の東洋橋あたりで落ち合おう。 OK。 敵とばは乗れないの。よし、じゃあ一回レベル上げでカット。はい、再開します。とりあえずレベルね、上げてきまして、まあ、リミットって書いてある。50。50がマックスだったんだ。じゃあ、続きですね。安心に何しに来たかがもう思い出せない。なんだっけ。なんだっけ。あ、あいつ、カンウじゃない。なんだっけ。勇気か。勇気を、探しに来たんだよ。探しに来た。回復だけしちまうか。よし。もうね、金を使うところはないんだよね。一応ね、いろいろ探してたら謎の店に入って、こんな感じで手に入れました、ね。おい、ゆうき、よかった、間に合った。カウンさん、こんなところでどうしたんですか？聞いてくれ、お前が去った後、劉曹が曹操に降伏した。今は、慶州全土に曹操軍が侵入してきてる状態だ。劉表のじいちゃんは平和を愛していたけど、無条件で降伏するような臆病者じゃなかったはずだ。頼む、慶州の人たちを助けるため、力を貸してくれ。なんてことを。弟が曹操の軍門に下るとは思ってもみませんでした。僕は父の意志を大事にしたい。私も慶州の人たちのために戦います。僕はって言った後に私もって言うんだね。よく言ったぜ劉貴。それでこそ劉表じいちゃんの息子だ。私は急いで慶州の各地を回って戦える兵士を集めます。カウンさんは劉備さんたちに合流していてください。道中お気をつけて。ありがとな、リュウキ。お前も気をつけろよ。ほんじゃ、合流場所の東洋橋に行くか。みんな無事でいてくれよ。東洋橋だね。東洋橋ってこれで行ける？あ、隣かよ。言ってくれよ。
50がマックスだったのか。おりゃあ5台だ。縁の非容疑傍術スペシャルで7000人の男を血祭りにあげた縁人長人は俺のことだ。ここを通りたければ俺を倒してからだ。そうそう、龍飛と長飛と曹操軍が戦ってんのか。もうこんなところまで来てんのかよ。クソ、俺も加勢するぜ。待ってろ長飛。はい、あお、レベルはマックスなんだけどな。おい、あ、そうそう、今のね、謎のあの店で、あのおいおい、あの手に入れたんだよ。どうでも望月なかなかすげえ武器を作ってんじゃん。はい、おお、結構いるな。まだ防御力がないな。上げすぎたわけじゃないよ。おお、望月いきなりそういうことやるなって。おい、綺麗にやってやるよ。クソ、またな余裕じゃねえか。えい、誰誰、でもボス級もいないでしょ、ただの雑魚でしょ。あ、カウン無事だったのか、よかった。そんなことより、なんでお前こんな少数、少人数で戦ってんだ。張雲が張飯に行って戻ってこないからここで待ってんだ。あ、これ張飯橋ってこと。この橋、張雲に何があったのか。俺が様子を見てくるから、張飛はここで曹操軍が通れないように見張っててくれ。うん、張雲をよろしくな。長飯だな、待ってろよ長。どうは思いのか簡単だな。っていうことは、え、ちょっと待ってよ。おい長雲、カウンさん来てくれたんですね。こんなところで立ち止まってどうしたんだ。それが町の人を避難させてる時に曹操軍に襲撃されて、ビジグさんとはぐれてしまったんです。なんだって。俺がついていながらすみません。いい顔、いい顔じゃない。左半分いいじゃねえか。分かった、俺も一緒に探すよ。周りに曹操軍がたくさんいることだし、そう遠くには行ってないだろう。カウンさん、ありがとうございます。また曹操軍が来ました。クソ、これじゃキリがない。仕方ねえ、先に曹操軍を片付けてからビジグを探そう。やるぞ超。はい、よいしょ。でもあれだよね、ビジック助けられないと話にならないもんね。そうしないとあれだよ、カウンはやられないよ。カウン、張飛、どっちだ。カウンだよね、カウンがやられるんだよね。おかしい会話してる。まあ、お、ビジクが女っていう時点でちょっと問題なんだよな、ね、問題になるのかな。実際お、男だよな実際。ビジクとビフォーでしょ、だって。あ、ジョコがいるんだ。あ、ちょっと待って、よし、はい、ちゃっちゃとやるぞ。止まってる状態で蹴れりゃ大抵倒せんのよ。はい、
おお、いいところで捕まったな。小林は右にいるんだな。じゃあいる？小林まさか突かかってるとか言わねえよな。お前中にいたのかいつって。これだから小林は。ああ、行進曲の時のこいつ強かったイメージあるんだろう。結構こいつ範囲があるんじゃなかったっけな。忙しいのに次から次へと。曹操軍ってのは何人嫌がるんだ。カノさん、さっき井戸から声、あ、音が聞こえたんです。もしかしたら井戸の中にビジグさんいるかも。井戸？丘の上にあった井戸か。確かに後を探してないのは井戸の中くらいだけど。よし、俺が中に入ってみる。趙雲は東洋京で趙飛と合流してくれ。合流して曹操軍が来ないかを見張っててくれ。わかりました。カノさん、ビジグさんをよろしくお願いします。わかってるよ。必ずビジグを連れて帰る。気をつけて。この中ってこと？おい。え、違うでしょ。早いよ。いや、これだ。まさかビジクが同じこと考えたな。ん？そばに畜間が。俺を読んでる人がいるということは、今頃私はこの世から去っているだろう。いろいろ試したが、俺には無理だった。この先はあまりに危険すぎる。どうか君はクリアできるように。アーク、アーク。ビジグじゃなくてよかった。確かにそんなすぐに骨になるわけないか。同じこと言ってる。てかこの先にどんな危険な場所があるってんだ。あんの？おお、おい、懐かしい音楽じゃねえか。強くねえか、マジで。マジで強くねえか。おい、ふざけんなよ。こんだけやって、あ、前後がない。なんだっけこの音楽。よっ。ああ、早いな。カウンさん、見つけていただきありがとうございます。逃げる途中で井戸に落ちてしまって、井戸の中では怪物に追い回されて生きた心地がしませんでした。これは死ねえだろ、あんなんじゃ。無事でよかったよ。まさか井戸の中に昔の町があるとはな。昔すぎる。これはそうと、深夜の皆さんは大丈夫でしょうか。俺もわかんねえけど、勇気の援軍を呼べたからかなり時間稼ぎはできるはずだ。その間に俺たちもみんなと合流しよう。わかりました。長飛たちが待ってる東洋京に行くぞ。っていうことはそろそろ終わりか、この章は。で、次石壁、石壁やるんじゃない。考えて考えてみよう。これ、おっしゃ。拒否待たせたな。超運約束通りビジグを連れて帰ったんだよ。考えてみれば、このゲームどこまでやる。さすがカウンさん、ビジグさん、すみませんでした。こちらこそはぐれてしまってごめんなさい。うげ、感動の再会を邪魔する奴らが来たぞ。なんか懲りねえ奴らだな。カウンさん、深夜の人たちは、リュウビさんと諸葛亮さんに護衛されて、監視まで避難できたそうです。ええとこもり。そいつはよかった。あいつらを倒して、俺たちも合流するぞ。曹操軍はここから先、一歩も通すなよ。んなことわかってるよ。防術スペシャルで8000人の男を血祭りに挙げた、縁人張飛が相手してやる。爆弾パンチで800人をぶっ飛ばした趙雲が相手だ。槍を使って、せめて、趙飛さんを真似してみました。ほら、曹操軍かかっていきやがれ。ここから先は通さねえぞ。いや、まあそんなこと言ったら、国尾君もなんとかしてくれやったもんね。おい！はい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 。いやー、金が余ってしょうがねえな。これあれだな、謎の店があったってことは、やっぱ他の町にはあるな。何個あんだろう、謎の店。とりあえず
なんだっけあれ、あのゴーダの続きと五代の猛術スペシャルは確か手に入れたんで。そうそうそう、ああこれね、そう手に入れたんだけど、だから あとは天風客とあと龍二龍一取ったでしょ、あそれしか取ってないような気がするんだよな。超高木下、木下やばいな、ウニオくんって、おちょいウニオくんってさ、こんなにキャラクター多かったっけ。名前は結構あったら覚えてんだよな。 あれなんだっけ、熱血行進曲じゃなくてさ、あのダウンタウンスペシャルだっけ、あのゲームボーイにもなった、あれでさ無駄に名前多かったら覚えてんだよこうなるとすごいことやってるな。おお、はい終了。いや金は増えてきたな、買うところがねえけどな。うう、全員片付いたな、もう追ってはいないような、大丈夫そう。よし俺たちも関心にいる劉備たちと合流だ。ダジャー下から行けるか、はい、行こうぜ。そんな遠くなかったな頭の中の地図と心の地図がちょっと違うな劉備見たところなんとか逃げ切れたみてえだな、よかった。なんとか慶州は曹操の手に、なんとかな、慶州は曹操の手に落ちてしまったから、風上の刑での時間稼ぎと劉備殿の援軍のおかげで無事に全員逃げることができた、一安心だ。それにしても曹操は本気で艦を塗り替えるつもりだぞ、あれは止めるのは相当難しいな。ああ、曹操殿を止めたい気持ちは山々だが、俺たちに何かできるのだろうか、このまま逃げ続けても解決にはならない。あ、それその話で提案があるんだけど、南の陽州を治めるだっけ、陽州だっけ、甲州だっけ、忘れたな。孫権の手を組まない、孫権と曹操をぶつけるように仕向ければどっちが勝っても私たちに利があるはず。陽州の孫権殿、確かに孫権殿は曹操と戦える数少ない人物ではあるが、ナンバー2だからな、そんな都合よく仲間になってくれるかね。ここは私の頭脳と可愛さがあればちょろいもんよ。分かった、孫権殿と手を組む話は諸葛亮に任せよう。それじゃあしばらく孫権のところに行ってくるよ、話がまとまったら連絡する、じゃあな。大丈夫かね、諸葛亮の天才的頭脳を身をもって体験したしな、ここは諸葛亮を信じよう。俺たちは避難した慶州の人たちが新たな暮らせる場所を作らないとな、新たに暮らせる場所を作らないとな。お、まだまだやることはあるな、絶対、そうそう、絶対にお前を止めてみせる。おお、えべん、慶州にたどり着いた関羽たち、歓迎してくれる劉表のため、慶州の人たちのため、仕事をこなす日々。軍師を必要としていた劉備は、三度の時をもって、画僚、諸葛亮を仲間に引き入れる。劉表の没後、後継者の息子は曹操に降伏、大軍を連れてやってきた曹操。天才諸葛亮の策によって、絶体絶命を脱するも、慶州の民を助けようと一緒に逃げることを決意する劉備。関は仲間たちを助けながら慶州中を駆け巡り、全員の協力があって無事慶州を脱出することができた。もう集団は選ばない曹操軍、慶州から追いやられた関羽たち、決戦の時はもうすぐだ。ペペンペンペン、いいけ、はい、来たね、決戦、石壁もですね。じゃあ
今回はこの辺にしたいと思います。それではまた。